できた。よし、もっと離れた場所からやってみよう。ケビン、君は本当にバカだ。はあ、やっぱりここにいると思っていたよ。スー、どうして？メイ、君も来てくれたんだ。どの口が言うんだい。今日は一緒に食事をすると約束しただろう。せっかくの休みなのに、また昔みたいに一日中コートにいるつもりかい？そんなこと一度。大丈夫よ、好きにさせてあげて。とっくに慣れてるから。おい、結局のところケビン、バス、水泳、陸上、重量上げでも、君が本当にスポーツ選手になりたいなら、それこそが君に向いているものだよ。そんなの面白くないだろ。ただ体の限界に挑戦するだけなんてつまらないよ。全然かっこよくないし。僕が気にしているのは勝負なんだ。わかるかな。一つのボールをあちこちに投げるだけで嬉しく、僕が気に入っているのは勝利の瞬間だよ。わかってくれよ。そういう話は僕たちの前ならまだしも、功利主義者に見られてしまうからね。別に気にしないよ。それに事実はスーが考えてるようなものじゃない。なんて言えばいいのかな。僕が欲しい勝利は過去でも未来でもなく、一瞬だけでいいんだ。そのために僕がどれほど努力すべきかなんて気にしないし、その勝利が僕に何をくれるかも気にしない。もういいよ、君の言いたいことは分かった。でも本音を言うと、君がその瞬間を迎えても世界は止まったりしないよ。君の他の考えと同じように、それも一方的で現実離れしていると思う。スーが理解できないだけじゃないか。君はどう思う、メイ？スーの考えに同意するわ。は？でもたまに思うの。その純粋さがあるからこそ、あなたは他の人よりも可愛く見えるんでしょうね。何でもないわ。あっちで待ってるから。今の聞いたか、アス？僕は何て言ったかな。もういいよ、自慢することじゃないだろう。早く着替えてきて、僕も外で待っているから。わかったわかった。最後にもう一度だけ頑張って。あまり時間をかけすぎないでくれよ。
見たかい？ちゃんとできたよ。メイ？スー？二人はどこに行ったんだ？見てよ。僕はできたんだ。ヘクトールは王国が陥落することを知り、アキレウスも自分が死に向かっていることを理解していた。しかし二人は後ろを振り返ることなく戦場に向かった。彼らが常人よりも強人だからではない。失敗とは勝利のもう一つの名前なのだと彼らは知っているからだ。これで作戦は終盤に入りますね、長光様。ええ、途中でいろいろあったけど、ヴァルキリーたちはその努力であらゆる先輩たちが共に期待してた局面を作ってくれたわ。共に期待ですか。どうしたの？何か間違いでもあった？いいえ、努力という面では皆さんは勝利のためにできることをしました。ですが、終焉の権能を完全に奪うことは美しい世界を作るための第一歩です。それは間違っていませんが、その後はもしかしたら今日の計画よりも難しいものが待っているかもしれません。
でも少なくとも私たちは彼女たちの勝利を確信してる。過去の視点から見ればすでにすごい奇跡でしょ。確かに。ですが奇跡が現実になるとそれはもう普通の過去になってしまいます。そういえばビアンカとジークフリートさんはもう地球奪還の作業に慣れてきたわね。最初はどこまでできるかわからない実験だって。少し無責任な設計者として私は彼らのことを誇りに思ってるわ。それはキアナさんだって同じですよね。終焉の力を揺るがし終焉の眉にたどり着き終焉の律者になる資格を手にしました。あのオットー様でもこの未来は予想できなかったでしょう。それはどうかしら。何しろ彼は豪奢計画の唯一の答えを奪った人だもの。彼の志がここにないのは確かだけどね。ところで、あのラムダという存在のことをリタはどう思ってるの？私ですか？あ、ごめんなさい。自問自答だと思って。疑似時間結晶。彼女がこの言葉で何を表現したいのかはわかるんだけど、それがいわゆる運命の意図と何の違いがあるのかはわからなかったわ。運命が何度繰り返されても私はそれを選ぶ。それが私の欲しい選択。それは本当の意味での無限。凡人の命では背負えない重さなの。特に自分の命の意味は今を生きる、自分として生きるだけじゃないって私たちが気づいた時、時間の重さは果てしなく切り離せない昨日と今日を私たちの夢と思い出にしてくれる。もしかしたら神のような無限の愛を持つ者だけがそうやって人類を愛してくれるのかもしれないわね。一瞬の愛でそれができてしまう可能性もありますよ。ラムダさんの技術に関して詳しく存じておりませんが、彼女の力がデュランダル様やキアナさんと同じということはわかります。それは最も素朴な愛から来たものです。具体的に言うと、ケビンさんとの決戦時に正門を使えれば十分便利だと私たちは思っていますが、もしかしたらそのラムダさんが私たちに新しい可能性をくれるかもしれません。存在論という意味では彼女もあのハイペリオンの一部だから。英語を回帰する沈まない船、彼女の話を信じる理由は十二分にある。そう思いませんか？私はささやきの後ろを歩き、心の中の足取り、聴覚、そして目。ささやきは心の動き。私には自分の足取り、自分の心の声が聞こえる。私がその声を思い出すとき、その声もまた私のことを思い出。私は私の言葉が投げた姿である。あれはハイペリオン？そう、ハイペリオンだよ。
う準備できたかしら？そろそろ出発の時間よ。さっき博士たちが知らせてくれたように、旋回一条の観測結果によると、この2時間は滅多にない空間安定期なの。最悪の事態を考えても、この時間なら終焉の力の帰属がどう変わっても、私たちが奪還した地球空間に影響はないの。うん、わかってる。これが最後の一戦だって、私たちもそう願ってる。みんなにとって最高の結末を、この世界にもたらす準備はできたよ。三人が一緒なら、ケビンの力と対等になれる。そしてケビンは、三人を待っていると思う。長い時間、果てしない苦痛の中で、彼はずっと私たちの答えを待っていたから。私たちは事実に基づいた答えを出す。彼に対しても、すでに歴史に埋もれてる名前たちに対しても、私たちの答えが彼らにほっとした笑顔を与えることを願ってる。ブローニャお姉ちゃん、キアナ、メイさん、ファイト。そうよ、勝負はあんたたち次第なんだから。人類の運命は今僕たちに託されている。安心してください、博士。ブローニャたちは孤独な戦士ではありません。この戦いがなければ、ブローニャたちは億万人の人類の一部に過ぎません。でも、私たちはみんなの大事な宝物を手にした。その重くて矛盾のある理想も受け継いだわ。ブローニャたちはその足跡をたどって、終焉を乗り越えます。じゃあ出発しよう。え、ではここに正門を構築して、ブローニャたちをニューアトラに転送します。そしてそこから出発して、ケビンと対峙し、彼を終焉の玉座から引きずり下ろします。待って、よかった、間に合ったんだね。あなたは？アイ・ハイペリオン・ラムダ、疑似時間結晶の中に生きる命だよ。それは私の存在のあり方で、ここに現れる理由でもあるの。みんなにあるプレゼントがあるんだ。よければ。あなたのことはゼーレから聞いています。でもどうして？どうしてここに現れたの？どうしてあなたたちを手伝ってる？それとも夢と似てるのに、どうして人類の味方をしたのかな？本当のことを言うとね、全部私のわがままなんだ。疑似時間結晶の中で、私はあなたたちに関する全て、あらゆる過去と未来を見届けた。確かにこれは一方的な感情だけど、知らないうちに私は自分のことをあなたたちの仲間だと思ってたの。だからこの物語が終わりを迎えるときに、私はその一部になってみんなの力になりたいと考えた。私がしたことは全部そのシンプルな思いから来てるの。もう一つの次元にいるあなたたちもきっとそう思ってるよね。今誰と話していたんですか？私は未来であなたたちの物語を何度も見ることになるんだけど、今この瞬間は私が話すある物語を聞いてほしいんだ。昔々、寂しい一人の男の子がいたの。女の子かもしれないね。女の子は目的もなく生きていて、自分の欲しいものもどんな人になりたいかもわからなかった。彼女はそうやって
世界で流浪の日々を過ごし、たくさんの人々と出会い、たくさんの別れを経験した。女の子は成長し続けて、間違ったことやバカなことをして人々を傷つけた。同時に、より多くの正しいこと、賢いことをして、彼女はあらゆる愛を受け入れ、あらゆる憎しみを受け止めた。彼女を愛する人はたくさんいたけど、彼女を恨む人たちの中には、彼女自身もいた。そうして、人という名の種が、彼女の中で徐々に成熟し、芽生え、美しい花を咲かせた。そして今、彼女はようやく自分の道を見つけ、追い求めた未来を実現しようとしてる。以上、これは彼女の物語。未完結の物語だよ。その物語って。本当に私たちの話じゃないの？どうしてもそういうのなら、あなたたちの物語でもいいよ。でも、それは、幾千、幾万の他の人たちの物語でもあるの。主人公が誰かなんて気にしない。だって、この物語は、あなたの、私の、多くの人々のものかもしれないから。何しろ、私は繰り返されるバージョン周期の中に漂う次元の向こうにいる人々のために物語を収集する存在でしかないからね。でも、あなたたちが向き合ってる成婚計画のように、物語自体には力がある。似た物語は似た人を魅了する。それはほんの一瞬。一言、一つの経験、一つの会話で、彼らは互いの影から自分の存在に気づく。そして物語は物語ではなく、一面の鏡となる。この広い世界で会わずとも心が通じ合う友達となったの。彼らは物語の幸せに喜び、物語の悲しみに涙する。その気持ちは一滴の水のように渓流となり海になっていく。そして物語自体に波紋を起こすの。これは？これは彼らの祝福であり、私のコアシークレットキーでもあるんだよ。どうか信じてほしい。あなたたちの物語、笑顔、そして涙は、誰かが代わりに心に刻んでいるから。それこそ私たちがここに現れた理由。勇敢に出発して、私たちはあなたたちと共にいるから。届けたなら、こう呼んでも問題ないよね。
ありがとう、ハイペリオンの艦長。環境がいつもと少し違うみたい。今回の特殊な遠征のために必要な改造を行いましたから。もちろん新しいムーンライトスローンの手法を含めて。どう？コアシークレットキーはすごいでしょう。そのコアシークレットキーの力って一体どんなものなの？こういった世界の外から来た力については簡単に教えるわけにはいかないよ。つまり人に知られてはならない秘密ってこと。ブローニャにはなんとなくその力の正体がわかる気がします。でも本当に説明すると、せっかくの雰囲気を壊してし、ロマンチックな言い方で例えると、それは夢の描写なんでしょう。断りの律者の文明の描写と大して変わりません。そう思いませんか？さて、コアシークレットキーの力はとても貴重だから、ずっとここに留まって大事な資源を使い果たしたら本末転倒でしょ。他に質問がなければケビンのところへ出発するよ。待って、他の人たちは一緒じゃなくていいの？応援団が必要だって言うなら、確かにハイペリオンはもっと多くの人たちを連れていけるけど、別の視点から言うと、コアシークレットキーを使用したから最大3人のチームしかサポートできないんだ。これは世界の仮想にある保護機構だよ。保護機構？うん、あなたたちが負けたとしても1回のみという前提で。うん、うっかりすごい情報を漏らしちゃったみたいだね。とにかく英語を回帰する沈まない船は嘘じゃない。これは広い世界にいる人々がそれぞれの力を捧げてようやく実現させた対運命の決戦兵器なんだ。ホラを吹いてるのか事実を言ってるのかわからなくなってきちゃったわ。人類の夢はそういうものだから。実現したあらゆる夢の最初の最初は現実離れした幻想に過ぎない。まるで一つの種子のようで、大木とは全然違うし、途中でなくなってしまうかもしれない。剣をつくほどの大木だって最初は一つの種子や新芽だった。小さな細胞、ちっぽけな分子、あらゆる命の奇跡はそういった取るに足らない想像からスタートしたんだ。世界の想像が人類を作り、人類はまた自分たちの想像で世界を作る。生物学の視点から言うと、それは人類だけの物語じゃないけど、それができるからこそ人であると思うんだ。簡単に言うと愛ちゃんみたいなものだよ。こっちの愛も口がうまいんだね。本当のことを言うと、あなたはラムダなんですよね。みんなはやっぱり大きい方がいいの？彼女は彼女、愛ちゃんは愛ちゃん。記憶の共有はできるけど、異なる存在なのも事実な。そんなくだらないことだけを気にしてるなら、こっちはパワー全開で一気に出発するよ。わかったよ、メイ先輩、ブローニャ。ケビンと向き合う準備はできた？
システムコントロール正常。全エンジン起動完了。出発。ハイペリオン主砲ムーンライトスローンは今チャージ中な。でも大丈夫、ひとまず普通の艦砲で戦おう。ハイペリオン主砲ムーンライトスローンチャージ完了。反動力に気をつけてね。近づいてるの。これは攻撃準備。やっぱり邪魔しに来るやつがいましたか。こういう時は花火にしてしまいましょう。
ケビンはこの先にいます。どうやら君たちは確かに相応の資格を持っているようだ。終焉の権力、世界のあらゆる輪廻は君たちの前にある。ケビン、これは君たちが手にした機械だ。背負う能力も必要だ。受けるがいい。みんな、ハイペリオンの手法を忘れないでね。ちょうどいいわね。雷光、ここに現れなさい。ブローニャのところに行こう。ええ、もちろん。
やっと来てくれたんですね。どう？協力した方がいい？ブローニャをサポートしてくれるというなら反対しませんが。ありがとう。あらゆる命はカゴの中の鳥。次はブローニャの得意分野のようです。ありがとう。新たな起源が訪れる。これが全ての起源であり、全ての破滅でもある。地球の終わらない歴史を終焉は一つずつ記録する。子供時代は必ず終わる。残された道は数少ない。一撃いいだろう。君たちはゴーマの試練をクリアした。この力、彼はついに来い、僕が背負う全て。崩壊獣？うん、これは選択も存亡も関係なく、今万人の理想が大いなる願いとなる。来るがいい。これが救世の命。梵天百獣、この身に加えゴーマが深淵に至り救世が剣を抜く。これが人類の機内だ。成婚の終点、終焉を乗り越えた文明の剣。こいつに勝てなければ君たちは火種という夢を背負えない。 A は機能なり。今回僕は自分の命を銃口に押し込める。機
君たちが全てを超えられるように。
位置につきました。安全装置解除します。予想よりもずっと硬いだけだよ。このままだとむしろこちらが追い詰められてしまいます。僕が位置に行くようになったら断りの律者の力を使って十分な数のムーンライトスローンを作るしか。ブローネちゃん、ここは任せて。はい。ここはシークレットキーのもう一つの使い方を見せるね。火力維持。ありがとう、アイ。委員長？ええ、みんながあなたたちの力になる。セイフレイヤだけじゃないわよ。ひょっとして特殊天命も機能なり。メゲントロフィーも呼び上げる。かつてのお前の敵も解除。もちろん世界で自分の運命のために必死に戦ってる人たちも。無数の平行世界の中で、あらゆる普通の人たちがそのできる範囲で出せるエネルギー。そう、大多数の人にとってそれは微々たるものでしかないけど、その力を一箇所に集める方法。例えば私のコアシークレットキーがあれば、匹敵することなんてできないほどの強い力になるから。みんな頑張って。ここが最後の戦いだよ。美人、くらえ。火力連携
成婚計画の残りも君に支配され、君は本物の地球の神になる。それに関してはあまり興味ないや。しかしそれは全人類が終焉を超えるために必要な最初の一歩だ。はいはい、神の話はそこまでにして、その逆で人として手合わせしてみない？それもまた面白い。私たちはカスラナ同士だからね。キアナ、僕たちは互いのことをよく知らない。だがもし機会があったら、きっと君と僕はいい友人になれると思う。何を言ってるの？今の私たちだってある意味友達でしょ。それなら野球のコツを君に教えた方がいいだろうか。いいの？あんたが私に勝てるとは限らないよ。そろそろ最後の切り札を出す番だ。望むところだよ。ここまでかな。届けられながら、君は完全な終焉の権能を手に入れる。それでいい。じゃあ、あんたは？僕はそろそろ行かないと、彼らのいる場所へ。残念だと思う必要はない。これは僕の願いだ。今なら胸を張って彼らに言える。みんな待たせたなと。わあ、うわあ、かんちゃん、それは食べちゃダメ。頭の上に何かふわふわしたものが。あ、かんちゃん、お父さんの髪を噛んでる。あれ？そういえば朝起きたら髪が濡れてたとかで、何か余計な発明をしたんじゃないかってメビウスに聞かれたんだけど。どうやらこれが真相のようじゃね。ああ、私も猫ちゃんと遊びたい。気をつけてよ、その猫ちゃんはすごく凶暴なんだから。情熱的なディストピアに驚いただけでしょ。猫は素っ気なく接すれば接するほどこちらに興味を持ってくれるという説がある。なるほど、缶詰がケビンから離れようとしないのは。外れ。缶詰がケビンのことを気に入ってるのはケビンがこっそり餌をあげて。ふむ、私も夜中こっそりキッチンに入っていくケビンを何度か見たことがある。ああ、道理で缶詰が重くなったわけですね。ダメだよケビンの旦那、このままだとカンちゃんが豚になっちゃう。ケビンの旦那、聞こえないふりしないで。もうカンちゃんに餌をあげちゃダメだからね。みんなあなたのことを話しているみたいよ、ケビン。僕は何も知らない。みんなのところに行かなくていいの？
ちらの方が静かだ。それに。それに？僕はもう少しメイと一緒にいたい。私もよ。メイ、空を見上げた時、君は何を考える？いい天気とか、空気が澄んでいて晴れ渡っているから夜になれば満天の星が見えるでしょうね。かつての君は、空にある星は全て敵だと言っていた気がするが。ええ、輝く星の光は美しく残酷で、気を抜いたら私たちを飲み込んでしまうんじゃないかって。ああ、かつての僕も。じゃあ今は？今は考えが変わったの？いや、君は正しい。今の僕は信じたいんだ。あの光たちは脅威だけでなく、未来を切り開く希望ももたらしてくれるのだと。忘れるところだったわ。あなたってロマンチストだったのよね。勇敢で何があっても揺るがないのに。すまない。謝る必要はないわ。私はそういうあなたが好きなんだもの。そういうあなただから、私たちは全てをあなたに託したの。今までお疲れ様。いいんだ、それが僕のすべきことだったから。ありがとう。私たちが無理やり押し付けた重荷なのに、あなたって本当に真面目よね。お礼を言いたいなら直接みんなに伝えればいいと思うけど。ケビン、お肉が焼けたわよ。早く来ないと全部パルドに食べられちゃうよ。なんで私なの？一番食べてるのはさくらの姉ちゃんなのに。みんなもあなたを呼んでるみたい。そろそろ行きましょう。ああ、行こう。心配しないで、今回は私もみんなも一緒よ。もうあなたを一人ぼっちにはさせないわ。本当にいい天気だ。
この世界は君に任せた、キアナ。うんうん、私だけじゃない、みんなもだよ。前回はマユと話してここを出たんだよね。ねえ、聞いてる？おかしいな。今回は何もないの？当たり前でしょ。嫌なら今からでもボコボコにしてあげるけど。はいはい、ここから出る方法を教えて。計画の再構築があったばかりで、まだ地球の傷が治ってないから。どっちも合ってるかな。でもそれなら、振動する中でケビンと私はマユの近くにたどり着いたの。彼が消える前に私たちは最後の栄誉ある戦いをした。じゃあ今のキアナちゃんは完全な終焉の律者なの？あと一歩ってところかな。私は平気だから心配しないで。とにかく、今は世界中の人たちに伝えたいことがあるんだ。世界中ですか？大丈夫。ほとんどの人にとって、私の言葉は夢の中でしか聞こえないから。は少し怖いかもしれないけど、私はみんなと同じ普通の人間なの。ただ私の仕事は少し特殊で、みんなの後ろで超能力を使ってこの世界と人類が自由に発展する運命を守ることなんだ。あ、今のだと少し抽象的すぎたかな。じゃあちょっと言い方を変えて、神聖した地球が終焉の力に耐えられるようになるまで、私は月に残って崩壊が世界に与える影響をできるだけ減らすの。それには5年から10年の時間が必要かもしれないし、世界中の人たちの協力が必要かもしれない。でも私たちなら絶対にできるって私は知ってる。私たちは終焉の力を解消して人類のためになるものにするの。その時が来たらみんなは街でばったり私に会うかもしれないね。
こんな感じでいいかな。メイ先輩、ブローニャ。周りに何もない。まだ意識の空間にいるのかな。キアナ。あ、テレサ。終焉の剣道がこれほど便利なものだったなんて、これからは電話もいらないんじゃない？そうかもしれないね。でも実際に体験してみると、この力の危険性もよくわかる。普通の人たちがこの力と共存するためには、技術的な問題を解決しなくちゃいけない。でも、それにはかなりの時間がかかると思う。具体的に言うと、しばらく月で仕事をして暮らしたいんだ。そうすれば、終焉の力が無防備な地球に突然降臨することもないだろうし。でも崩壊適応性の強い人なら簡単に影響を受けたりしないのよね。うん、テレサもね。月は面白いから時間があったら遊びに来て。そうするわ。でもみんなにも自分の仕事や生活があるから、そんなに気にしなくていいよ。以前カロスタンにいた頃、師匠がある話をしてくれたの。その時は彼女の気持ちを理解できなかったから、彼女曰く、ほら、空にある雲だって集まったり散ったりしてずっと同じ場所で止まったりしないでしょ。人も同じだよ。今にして思えば、事実上セーフレイヤーを卒業したあなたたちにとってこの言葉はぴったりだったわね。ちょっとテレサ、こっちに遊びに来たくないからって言い訳してるの？テレサのゲーム機をハッキングするようブローニャにお願いしてもいいんだけど。そんなことないわ。でも確かに天命主教の仕事は想像以上に忙しい。私よりも先にネゲントロピーの博士たちがキアナのところに行くかもしれないわね。それは仕事の話になりそうだ。テレサ。キアナ。なんでもない。ただテレサには何度かメイッコって呼ばれてきたけど、今になって妙にしっくりきたっていうか、つまりね、テレサは本当に家族みたいだなって。何バカなこと言ってるの、キアナ。やっぱりうまく表現できないかも。違うわ。キアナもデュランダルも、私もジークフリートも、みんな家族なのよ。キアナがしばらく地球に戻れなくても、キアナが言ったように私たちは月に遊びに行けるわ。そこまでしなくてもいいよ。みんなにだって自分の仕事や送りたい生活があるんだから。ああ、別に拒否してるわけじゃなくて、もし遊びに来てくれるなら歓迎する。知らないうちに本当に大きくなったわね。もちろん。ちょっとした自慢になっちゃうけど、今の私は文字通り地球の神だもん。まああんまり実感はないけどね。私の方が年長だけど、そういう経験はないわね。もしかしたらデュランダルの方があなたの話に付き合えるかもしれないわ。何しろ彼女は多くの人たちがいる世界の青。確かに。キアナ、どうかし。なんでもない。ただ
ちょっと残念に思っただけ。残念？うん。だってテレサの漫画をこっそり読む機会がなくなるんだもん。あなたね。との話はこれでいいよね。じゃあ二人目は分かった。やっほーパパ。終わったのか。うん、終わったよ。そういえばパパは月に来たことがあるんだよね。その時は宇宙服とか着てたの？ああ。あの時は真空の中で行動するベルトを見てすごく驚いたんだ。今のニューアトラは人工大気のある場所だと聞いている。環境は俺たちの時よりずっといいだろうな。もちろん。人工温泉からゲーム機まで何でもあるんだから。緑がないこと以外、普通のリゾート地と大して変わらないよ。それは機会を見つけて体験しに行かないとな。キアナ、お前はこれからどうするつもりだ？その月での仕事が終わった後の話だが。ちゃんと考えないとダメだよね。寝ることとゲームをすることは今でもできるから。あ、お花畑を作るのはどうかな。シベリアは夏が短すぎるし、月も植物は育たないからね。世界一周するのもいいけど、空の律者の権能を考えると挑戦しがいがなさそう。そういえば空の律者の権能は金星や火星まで展開できるのか。いっそのことそういう場所に行ってみるのもいいかもしれないぞ。それは無理だと思う。でもアラハトならできるかも。あの巨大ロボットたち、アニメの中で銀河系を自由に動き回ってたもんね。それはネゲントロピーの設計次第だな。ブローニャが設計チームに加わればきっとできると思うよ。終焉の権能によるサイフォン現象のせいでみんなの律者コアは徐々に消えていくけど。大事なのは権能じゃなくて私たちの想像力だもんね。想像力か。そうだな。数年前の俺は人類と律者が共存し助け合う未来など想像もできなかった。そして今残されたのは最後の一歩だけ。それは私が月で、みんなが地球でしなければならない仕事。私たちは崩壊を人類の道具にする。かつて人類が炎や電気を征服したように。そうすれば全ての人類は律者のように強く自由になって、自分の生まれ持った純粋さと美しさを失わずに済むから。それはセシリアが8歳の時に日記に書いたことじゃないか。え、そうだったの？でもよく考えてみれば、これは誰にとってもシンプルで分かりやすい。幸せになりたい、価値を生み出したい、好きなことをやりたい、長生きしたい。そうだな。そしてキアナ、お前のそういう素朴な理想や初心を忘れないところが俺の一番の自慢だ。俺は一体どうしたんだろうな。だって今は真面目な話をして。みんなにとって一番大事なものは命だけど、去る命は誰にも止められない。たった一度の人生だからこそ、今を生きるだけでなく、私はこの世界に
より美しくなってほしい。みんなが過去を振り返るとき、時間を無駄にしたって後悔することなく、自分の命の価値を見出してほしいと願ってるんだ。そういう思いがあったから、キアナ・カスラナは終焉の律者になったの。だって、何があっても、律者が人類を頼らずに救われることなんてありえない。律者が自分自身を救いたいのなら。すごいなあ。お前、ベルトより口が回るようになったんじゃないか？私の方が正直に、何しろほとんどの人にとってこういう話をするのは。でもお前の父親は、それが正直な思いなら何も恥ずかしくないって思ってるぞ。だからテレサやシグレキラたちは俺のことを大雑把だと言っていたんだろう。パパ、それはパパがママと結婚したからだと思う。とにかくパパ、私が言いたかったことはこれだ。この機会に他のみんなとも話したいから、他のことはまた今度ゆっくり話そうと思ってるんだけど、いい？あ、いいぞ。確かにいい機会だからな。頑張れ、キアナ。私を誰だと思ってるの？テレサ、パパ。うん、当然彼女もいるよね。キアナ、テレサとパパとは話したから、次は当然たった一人のお姉ちゃん。少し唐突かもしれませんが、世界を救うというのはどんな感じですか？なんというか、結構簡単だったかも。半年前とか一年前の私なら大丈夫って言いながら、心のどこかで重荷だなって思ってたかもしれないけど、その日が本当に来た今、むしろ実感がないんだ。私は私、そこに何の違いもないもん。安心しました。当時の私とほとんど同じ感想ですね。それって世界の泡のこと？ええ、あらゆる人々の運命を背負い、みんなの希望。非常に大げさに聞こえますが、それも一つの仕事です。仕事を抜きにすれば、私たちは普通の人間。結果的に私たちは、私たちが想像していたよりもずっと普通の人間です。そうだね。だから全然実感が湧かないんだ。でもラグナが言ってたように、未来に咲く希望の花も、いつか自分の守りたいものを見つける。私たちも、これから先の世代の人たちも、それは変わらない。それに、私たちは自分の能力に自信がある。ええ。誰かが世界を救うべきというより、私たちが世界を救いたいのです。極端な話をすれば、私たちがしたことは救いとは言えないのかもしれません。そんなことは関係ありません。私たちは私たちの力でこの美しくない世界を少し良くしただけですから。責任とは関係なく、面白いことをしたいと思った。お姉ちゃんが言うとすごく説得力がない気がする。では今度はバスケをしに来ますね。どうしてサッカーじゃないの？五人制なら足りると思うけど。もちろん、キアナがサッカーをできないからに決まっている。お姉ちゃんに比べて、こっちは練習する時間がたくさんあるんだから。ええ、約束ですよ。うん、約束。これで家族はみんな話したよね。この順番だと、次に来るのは、
者？何？遊びに来ちゃダメだった？私が本気で他人の思考に入り込もうと思えば、あなたよりずっとうまくできるんだから。大丈夫。彼女のことは気にしなくていい。ただこういう。そんな言い方しないで、委員長。強いて言えば、これはバカンスみたいなものだから。誤解しているようだけど、私が気にしているのはそういうことじゃない。例を挙げてみよう。例えば、四季の律者は私のことを時代遅れの牧年人だと言う。私はキアナを前にして、初めて自分が年を取ったことを実感して。そんなこと言わないでよ。今だって、セーフレイヤーにいた頃と、大してか、そうだ。そういえば、委員長の今までの使命は、これで終わったんだよね。これから何かやりたいことはある？実を言うと、まだ深く考えたことがないんだ。それに、こういう時にキアナに自由の話をするのは。はあ？だからあなたは牧年人なんですよ。セーフレイヤーにいた頃と大して変わらないと言っているのに、どうしてそんなことを言うんですか？さっき私はこういうのが苦手だって言ってましたけど、本当に苦手なのはあなたの方でしょ？はいはい、四季の律者、そんなに怒らないの。私が当ててみるね。旅行とか、あの時の生活を続けて道場を作るとか、あ、それとも学業に励むとか。旅行かもしれない。四季の律者が信州を巡りたいらしくて、どうしても馴染みのある私をガイドにしたいと言われたんだ。馴染みのある？まさか仙人にガイドしてもらったら自慢できるとか思ってるのかな。ちょっと、私まだいるんだけど。何がどうしてもですか？意地でもついてこようとしているのはそっちでしょう？私は律者コアがなくても大丈夫だと言ったのに、信じてくれないんですから。それとこれとは話が、まあそういうことにしておきましょう。とにかく定期的に会って、一人では回れない場所まで彼女を案内することにしたんだ。昔と一緒だね。でも確かに四季の律者は昔より人の助けが必要かもしれない。まだ何が起きるかわからないけど、崩壊エネルギーは今までより確実に少なくなると思う。気をつけるよ。じゃあしばしのお別れだね。委員長、四季ちゃんもいろいろ気をつけてね。はいはい、もう十分。お互いバカンスに行くだけなのに永遠の別れみたいにしないでくれる？四季ちゃんは余計だから。そうだね。今度こそ本当にお別れだよ。ちょっと。ん？あなた、とにかくよくやってくれた。悪くない。ずいぶんあっさりしてるな。委員長も四季の律者も心配はいらなかったみたいだね。じゃあ次はやっぱりあの二人かな。ただいま。キアナちゃん。おかえりなさい、キアナ。一人くらいはそう言ってくれると思ってたのに。キアナがそうしてほしいなら、ブローニャもキアナの想像に合わせて言い直しますが。もう、急に信号が切れたっていうのに、ブローニャは全然心配してくれないんだから。キアナだってそうでしょ。それで、キアナちゃん、もう他の人たちとは話したの？うん。テレサ、パパ、お姉ちゃん、委員長と四季の律者、メイ先輩とブローニャで最後だと思う。私が終焉の眉の力を完全に吸収するまで。
それならメイ姉さんを最後に取っておきましょう。ブローニャもいろいろ考えたのですが、わざわざ説明するほどのことはないと思いました。何しろキアナの未来をブローニャは少しも心配していませんので。なんかブローニャ冷たくない？だってあなたはキアナですから。キアナだから誰よりもそちらの生活に適応できると思いますし、キアナだから誰よりも簡単にあの特殊な仕事を成し遂げられると思っています。そしてキアナだから、キアナだからブローニャは笑ってお別れができます。ブローニャ、もちろんキアナがブローニャたちを必要とする時間があることも考えました。その問題を解決するためにブローニャは毎晩キアナと協力プレイすることを決めました。そして何をプレイするかについてですが、まずはブローニャのゲームコレクションにある312個のゲームを全部プレイしましょう。いいね。でも気をつけて、もしかしたら私がブローニャの順位を抜かしちゃうかも。重曹ウサギの分析結果によると、そうなる確率は 1% です。え？ 0.0001% じゃないの？終焉の律者になっただけでそこまで上がるんだ。ゲームは実験ではありません。コントロールできない変数も存在します。例えばメイ姉さんが手加減してあげてって言ってくるとか。あメイ先輩、もしかして聖フレイヤーにいた時に私が勝てたのはブローニャが手加減してくれたおかげなの？いいえ、月に誓って、それはキアナちゃんが努力した結果よ。メイ先輩話を戻しましょう。私は二人のようにゲームが好きなわけじゃないけど、ポップスコッチ、あやとり、サッカー、バスケ、囲碁、将棋、もちろんあらゆる種類のデジタル製品を含めて、どれだけ時が経っても、どれだけ種類が増え入れ替わったとしても、ゲームが発明された目的はゲームをプレイする人にある感情を抱かせることだった。その感情は勝利やクリアから来るものもあれば、単純にゲームをプレイすることによって生まれるもの。私はただ勝ち負けにこだわる誰かさんが夢中になって、ある程度の努力をしている間にゲームから得られる最もシンプルな感情を。それならメイ先輩は大きな勘違いをしてたってこと？不正で勝ったりしてもいつか楽しくなくなっちゃうもん。実力が足りない私が楽しく感じるための方法なんて一つしかないと思わない？それってもちろんメイ先輩にも参加してもらうことだよ。あ、ゲームは本当に苦手なんだけど。大丈夫、メイ先輩と組めるなら負けても楽しいから。そう、前に雪合戦した時みたいに。キアナがそこまで言うなら今後はブローニャも手加減したりします。2対1ならちっとも怖くないもん。いろいろ話したけど、なんだか私もブローニャちゃんみたいにちょっと真面目な言葉を言わなきゃいけない気がするわ。キアナちゃん、思想空間にいた時一緒に帰ろうって言ったわよね。今は連絡を取ることや毎晩一緒にゲームをすることができて、みんなも月まで遊びに行けるけど、それは本当の意味の帰るじゃないわ。メイ先輩、大丈夫、別に誰かに怒っているわけじゃ。ただみんなが地球で仕事をしたり生活したりするとき、きっと空を見上げてキアナちゃんのことを思い浮かべるだろうなって思って。だってキアナちゃんはみんなにとっていい友だから。私が言いたいことは、早く帰ってきてね、キアナちゃん。うん。
キアナの力になれることがあれば遠慮なく言ってください。遠慮なんかしないよ。実はね、今からネゲントロピーの博士たちと仕事するのが楽しみなんだ。あ、最初に終焉のデータを研究する人、もしかしたら長光かも。まずは料理を覚えることが先ではない。ああ、それは冗談を言うのはまた今度にしましょう。キアナちゃんは最後の、いえ、最初の仕事が残っているのよね。そうでしたね。でもキアナがうっかり列車を間違えるんじゃないか心配なので、もう少し見守ってあげてください。メイ姉様、ブローニャは他に用事がありますので、これで失礼します。ブローニャ。はい。最初に遊ぶゲームは一番面白いやつにしてね。ブローニャのセンスを信じていないんですか。話したいことはいっぱいあるのに、いざ口にしようとすると何を話せばいいかわからなくなるんだよね。こういうのってブローニャにアドバイスをもらった方がいいのかな。ブローニャってばスマートすぎると思わない？確かに私たちには学ばなければいけないことも歩まなければならない道もたくさんあるわね。でも幸い私たちには十分な時間があるわ。うん。ところで、まだキアナちゃんには将来の計画について話してなかったわよね。メイ先輩、これから何をするか決めたの？ええ、私教師になろうと思ってるの。姫子先生みたいな？それはどうかしら。私はお酒を飲まないから。でも花と果実を使って例え話をしましょう。すべての果実は運に恵まれた花から生まれる。受粉、日光や雨風に耐え、最後は新しい命になる。私は果実のために悩んだりしない。果実はすでに自分の道で自分自身の価値を見出している。私はただ花びらを拾い、その予報を道の途中で出会う人たちに捧げたい。その花がどんな強風や冷たい雨に耐え、その世界を育んできたのか、みんなに教えたいの。そしてその花と似たような存在として、私は私の小さな花びらで周りの新芽を守っていきたい。この世界一面に花が、その花たちが新しい命に生まれ変わる。はあ、さすがはメイ先輩。そんなに大人っぽい話、私なら思いつかないよ。そう？じゃあ
これは人類全体が運命に挑むための戦いなの。この言葉を言ったのは誰なのかしら。メイ先輩。の物語が終わるとき、私たちはその始まりを思い出す。まるで昔に戻ったかのように。例えば今のように。そうだろう。君は驚いていないようだ。この景色懐かしいだろう。うぬぼれないで。彼女は私たちと違う。まだ進み続けるんだから。どう、私に会って驚いた？ところで一人足りないね。うん、これで揃った。しかし残念だ、僕たちの物語はもう終わった。過去の人は過去に残ってもらおう。じゃあさよなら。なんか言ってくれないの？よくやった。メイ先輩。昔と変わらないね。ええ、いろいろあったね。本当にいろいろあったわ。今回もここでお別れなの？いいえ、今回は最後まで一緒に歩くわ。私たちは様々な場所に行って、たくさんの思い出を残した。
これは愛の物語。きっと愛に満ちた結末がある。だから昔と同じように一歩ずつ前に進もう。ほら、私たちの足跡、どんな時もここにある。Try to sing around.